なじま水上飛行場は、福岡県かすや郡、たたら村名島のたたら川川口付近にあった、水上機専用の水上飛行場。低新省航空局により1930年3月に設置された。なじま水上飛行場は、通称名であり、正式名称は、福岡飛行場である。陸地7500坪、格納庫900坪、簡易修理設備、燃料類、電信、 電話、無線電信を常備。重量10トンまでの陸揚げ用クレーンに気を備えていた。福岡無線電信局を併設。日本航空輸送が大阪、中国、朝鮮、台湾方面への航空路を開設した。1931年9月17日には、世界一周中のリンドバーグ夫妻を乗せたシリウス号が来訪した。リンドバーグ夫妻が来訪時に登場していた。 シリウス号水上機専用のため使いがあってが悪く、1934年に閉鎖された。格納庫2棟は1936年に開設された福岡第一飛行場に移設された。跡地は完全に埋め立てられ、住宅地となっており、記念碑とリンドバーグ通りの名が残る。資料記載の所在地は、統計130度26分。 北緯33度39分実際の位置は、統計130度25分29秒、北緯33度38分52秒付近。ありがとうございます。